ルカティ・ムルティ・ストラーダ。ムルティ・ストラーダとは、ルカティが製造、販売しているオートバイの車種名である。2003年から2009年モデルと2010年以降のモデルでは開発コンセプトが異なる。2003年から2009年までの 1000620cc モデルは、舗装路用のスポーツバイク。2010年以降の 1200cc モデルは、 未舗装路走行も前提にした、デュアルパーパスタイプとなる。ムルティストラーダはイタリア語で、多様な道、英語では、マルチストリートという意味であり、舗装されている車道において、あらゆる路面状態で十分な性能を発揮できるようにするとい、コンセプトを表している。2003年開発時の本来のムルティストラーダのコンセプトは、風タ街道を最高峰。 モデル999シリーズよりも早く、アップライトなポジションで快適かつ爽快に走り抜けることができ、かつタンデムやツーリングでも扱いやすいバイクというものである。フータ街道とは、ドゥカティ本社の所在地ボローニャより続く峠道である。自社のテストコースを持たない、ドゥカティ社は、フータ街道を使用して、最新モデルのテストを行っている。背の高い外観から、 いわゆるデュアルパーパスタイプとみなされることもあるが、実際のミホソウロの走行能力は低く、特性としては、オンロードタイプのスポーツバイクである。1200cc モデルではコンセプトが変化し、ミホソウロを含めた走行性能を向上させ、大柄になった外観からもイメージさせる通りの、デュアルパーパスツアラー的な性格が強まっている。通常仕様の 1000DS と、 高級仕様の背に SDS が販売された。同社のデザイナー、ピエール・テル・ブランチによるデザインで、一つ目のフロントマスクとややかち上げ気味のテールカウルに包また二本、出し風サイレンサーが特徴的である。ハンドルのソーダに合わせて、ウィンドスクリーン付きの上部カウルが動作するのも、デザイン上の特徴の一つである。フレームは、同社の各車種と同様交換性トラスフレームである。 形状は999のものとよく似ている。通常の燃料タンクの位置にあるのはダミータンクで、実際の燃料タンクはシート下まで続いた特殊な形状をしている。スイングアームはアルミニウム合金製の型持ち式で、同社の916から998で採用されていたものに酷示している。搭載されている90度 V 型二気筒エンジンは、 空冷 992cc で点火プラグが1、気筒あたり2本あり、通称 DS、デュアルスパーク、エンジンと呼ばれる。2001年のミラノショーでの発表後同社のモンスターや、スーパースポーツなどのモデルに搭載されるようになった。クラッチは鑑式であった。1000SDS は、基本的な構造は 1000DS と同じだが、フロントフォークとリアショックに、オーリンズ社の製品を採用し、 足回りの性能を向上している。また部分的にカーボンファイバー製の外装パーツが装着されている。ハンドルバーも取り付け部分が太くなったものである。1100は 1000DS との相違点としてエンジンの排気量は 1078cc に引き上げられ、クラッチが湿式に変更された。ハンドルバーの取り付けがラバーマウントになった。なお 1100S は 相違点が 1000SDS に準ずる。リーマンショックによる需要減少に対して、ドゥカ T 社は、スポーツ、高速ツーリング、市内、アクロなどの走行条件に1台で対応できるモデルによって新しい市場を作り出した。まず高速ツーリング用途のために、カウルが大型化され、特に全面フロント部は先鋭化されるなどデザインが大きく変更されている。 ピリオン部のフレームは、二人乗りのツーリングに対応するために拡大強化、されている。エンジンは 1198cc に拡大されたが、低速トルク重視のためバルブオーバーラップが、減らされている。また、スイッチで、走行特性を4種類のモード、スポーツ、ツーリング、アーバン、エンデューロに、さらできるようになっている。スロットル特性もスロットルバイワイヤによって、 モードによって自動的に変更される。ただし日本仕様の最高出力は、騒音規制適合のため 102PS6000rpm となり、欧州仕様の 150PS9250rpm より大幅に抑えられている。サスペンションは前後 170mm のサスストロークのストロークを持つが、イニシャルプリロードをモードによって自動変更する。 リアサスを持っている。いろいろな走行条件に対応するために、タイヤにはトレッドに2種類のコンパウンドを採用し、DNA にも対応したサイプを配した、ピレリ社製、スコーピオントレールが採用されている。1200には、ノーマル仕様のほか、オーリンズ製、サスペンション仕様の 1200S スポーツや、パニアケース装備の 1200S ツーリングがラインアップ、されている。 なお全車とも ABS は標準装備となっている。このモデルは販売台数が初年度に1万台を超えるヒット作となり多くの追随車両が販売される契機となった。外観は1000と告示しているが一回り小さい車体であり細部の相違も多い。エンジンはモンスター620日本未発売にも搭載されている空冷 618cc エンジン。 クラッチは、湿式のバックトルクリミッター付き。スイングアームは、鉄製の両持ち式のもの。塗装や装備を多少簡素化して、若干価格を下げた、ダークもあったが日本では、未発売。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。